やはり昨日と今日の先ほど高橋君からのレポートありましたけど、はい、やはりキレが悪いですよね。今のショット、今のスイングみたいにくるっともう回るんじゃなくて、やはり一回左がぐっと伸びる状態になってしまうときは、やはり大竹は悪いですね。まあ、飛距離にかけてはこの大竹も飛ばし屋の一人です。ああ、これもいいところですね。ここは狙いやすいところですね、はい、この辺のフェアウェイ、あまりこうフラットなところはない。もうちょっと難しい、こう傾斜がありましてね。はい、まあどちらか、大竹ですね。大竹ですね、大きいスイングですよね。180センチという長身、オフはかなりこう体力トレーニングも積んだと聞いています。こちらの方が